戦争は、李氏朝鮮時代の、第十四代国王。忌味名は、署名は人氏。即位前は、川上君。父は、第十一代国王、中宗と、正さ康氏の三番目の息子、特教大院君、李であり、中宗の孫、第十二代、ワニ隆氏と、第十三代王明宗の老いにあたる。1567年、おじの民衆の後を受けて即位する。 成人までの一年間は、義理の母にあたる人志順王公が代理で政治を行った。儒教に傾倒して、儒学者を徴用したが、これがかえって廃下官僚の間での思想的対立や政治的対立を引き起こした。1592年からは、日本の豊臣秀吉からの信仰を受けることになる。先祖の理性刑以来、平和な時代が続く中で有名無実化していた朝鮮軍は、 戦国時代によって鍛えられた日本軍に立ち打ちできず、一時は首都の半寸府から追われ、会場に向かったが、ここでは迎えるべき文武官はほとんど挑戦し、また民衆からは、国王一行に和声が浴びせられ、石を投げつけられるありさまであった。続いて平壌さらには義州まで落ち延び、民に救援を求めた。臨海君、純和君の二王子は捕らえられるという危機的状況に、陥った。 その後、民からの援軍を得て、平壌、海上を回復し、続いて、ハンスンフの回復を目指したが、平気低の戦いで、日本軍に敗れたため、王都への復帰は頓挫した。その後、日民間で、講和交渉が開始されることとなり、日本軍は、ハンスンフから、釜山周辺まで撤退したため、戦争は王都への復帰を果たすことができた。しかし、 朝鮮の頭越しに進められる講和交渉は、朝鮮南部四道の活動など、朝鮮には不利な条件が含まれており、戦争以下朝鮮王朝では、この講和交渉に反対した。日民間の講和交渉が決裂すると、再び進行を受けることとなるが、1598年の秀吉の死により、日本軍は撤兵した。その後の1606年、 自身待望の着手の英称を君が誕生した。さらに1607年、日本の江戸幕府に最初の朝鮮通信使を派遣している。翌年、56歳で皇居し、後を次男の公開君が継いだ。長崎県津島市上屋形郡の佐奈豊かには、豊臣秀吉の朝鮮出兵時に棒によって、津島に連れて来られた戦争の娘のものとされる墓がある。ありがとうございます。